ハリー・アービン・ヤーネルは、アメリカ合衆国の軍人、海軍士官。最終階級は、海軍大将。ヤーネルは、アイオワ州インディペンデンスの近くに生まれる。1893年、海軍兵学校に入学し、卒業後は、戦艦オレゴンに乗り組み1898年7月3日に、サンチャゴデキューバ海戦に参加した後、1899年7月1日に、 将尉として任官、アジアステーションに配属された。米比戦争の間はフィリピンで勤務し、ギワダンのランジはアジア戦隊に配属されていた。1902年には駆逐艦、デールの艦長に着任した。ヤーネルはアジア勤務から巡航したばかりの戦艦コネチカットに配属され、グレートホワイトフリートの世界就航に参加した。続いてニューポート水雷ステーションで勤務し、 第一次世界大戦の間に、米海軍大学校で学んだ後、ジブラルタルで勤務、その後、ウィリアム・シムズ提督のスタッフとして、ロンドンで勤務した。その後、陸上勤務と海上勤務を交互に行い、1927年9月に、空母サラトガ艦長に着任した。ヤーネルは、サラトガの艦長職を収益から1928年8月17日まで、 務め、その後海軍少将として、上記工学局局長に着任した。1930年1月から4月まで、ヤーネル提督は、ロンドン海軍軍縮会議におけるアメリカ代表団への海軍アドバイザーであった。1936年10月に、海軍大将に昇進、アジア艦隊司令官に着任した。1932年2月、ヤーネルは後に演習。 フリートプロブレム13として議論されるようになった空母戦術を開発した。ヤーネル少将は空母レキシントンとサラトガがを指揮し、ハワイが航空攻撃に対して脆弱であることのデモンストレーションを行った。演習では戦艦による攻撃が行われるものと考えられたが、ヤーネルは戦艦を後方へ下げ、察知されづらいだろうということで、空母だけをハワイ北部へ進出させた。 嵐が空母をカバーし、2月7日日曜日の夜明けに、機関の152機が北東から湾を攻撃した。10年後に日本軍が行ったように、陸軍の飛行場は第一波攻撃で沈黙し、その後に戦艦が攻撃、何発かが艦艇に命中と判断された。防衛側の航空機は離陸することができなかった。海軍の模擬戦判定は、 攻撃が成功であると宣言し、ヤーネル提督は日本軍の脅威について検討を始めることとなった。ニューヨークタイムズは演習24時間が経過した後にさえ防衛側が攻撃側艦隊を発見できなかったことを報じた。アメリカの情報機関は日本側がこの演習について報告を行ったことを感知していた。皮肉なことにアメリカでは 戦艦進行者の提督たちが海軍戦術の再評価を否決した。模擬戦判定の報告では、ヤーネルの空母戦術の見事な成功について言及さえしなかった。代わりに、彼らは空母への具体的な損害とそれに伴う大きな損失を被ることなく、強力な航空防御に直面しながら、オアフ島への空襲を行うことができるかどうか疑わしい。と記した。 1936年10月から1939年7月まで、アジア艦隊司令官を3年間務めた後、ヤーネル提督は退役者リスト入りした。しかしながら、戦争への不安が高まる1941年11月1日、海軍長官のオフィスに呼び出され、中国に対する軍事支援の特別アドバイザーとなる。ヤーネル提督は1943年1月15日に、 現役任務を離れるが、6月には再び、海軍作戦部の特別セクション長となり、1944年12月に、再び退役した。ヤーネル提督は退役後の1959年、ロードアイランド州、ニューポートの自宅で死去した。その長い経歴において、海軍十字章、主勲章、大英帝国勲章、中華民国勲章など多くの勲章を受章した。 彼の栄誉を称えリーヒ級ミサイル巡洋艦の二番艦がその名を命名された。ありがとうございます。